今年もいろいろコロナとかね、いろいろありましたけども、それの、その中で無事に、できましたことと、これから、五穀豊穣を願ってですね、それから皆さんの健康、それからコロナの、対峙というのか、それの対応ができるように、皆さんで県下の農家の代表として、奉納をさせていただきました。来年はぜひね、コロナが終わってですね、まあ、いろんな県下全体の支部がまとまって、奉納できるように、ぜひそうで、奉納あの時になった方がいいなということで、お願いを祈願をしたということ